おはようございます、こんばんは。妻の母が楽天市場で日本初上陸の輸入品のお茶 OT を発売しているのですが、集客を飲みません。何かアドバイスをお願いします。それな、普通のお茶と何が違うのかが全くわからないんですけど、このお茶が何が違うのかっていうアピールがまず必要だよねって話と、あとそもそもの OOT なのか ORT なのかわかんないですけど、で検索する人って皆無だと思うんですよ。このお茶がじゃあその他のお茶よりヘルシーなのであればヘルシーでやるとか、なんかベジタリアンおすすめとか、リーダーの人たちが推薦していますとか、なんか適当な理由でっち上げて、楽天のページにビーガンとかベジタリアンとか書いておくと、ビーガンとかベジタリアンで検索してる人が騙されてくるんですよ。でなんかヘルシードとか書いて、他の伊藤園のお茶はヘルシードが80だけど OT はヘルシードが90ですみたいな、なんだかよくわからない数字をつけると、頭の弱い人って結構騙されるんですよ。そのヘルシードが何なのかって調べなくて、ヘルシードこっちの方が高いんだ、じゃあこれにしようみたいなっていう感じで、バカを騙すページっていうのを楽天で作るといいんじゃないでしょうか。家庭用コンポスターの販売事業を開始しました。地味な営業で2年で1000セット、おいおい加速して5年で5万セット販売目標にしています。家庭用コンポスター市場拡大の可能性について教えていただければ幸いです。なんかSDGs とか言ってる人たちが世の中多いので、その生ゴミを減らした方が焼却ゴミが減るので、ベランダにそのコンポストを置いて肥料にして、そんでその肥料でなんか家で家庭菜園とかやると幸せになれますよみたいなのをイメージでうまくやるのと、 SDGs 的なことを言ってる私って先進的でおしゃれだよねと思ってらっしゃる方っていうインフルエンサーの人って結構いるんですよ。そういう人たちって、その自分たちがその環境を意識してることに加担してるということに幸せを感じるので、環境に良い商品っていうので、こういうのがあるんですけど、もしよかったら使っていませんかみたいにやると、うちは生ゴミ出さないんですよ、なぜならみたいなので、生ゴミを出さない理由でこういうコンポストを使ってますみたいなので宣伝してくれる可能性があるので、そのちょっと頭の弱そうな環境にこう一言言いたい系のインフルエンサーを騙すといいんじゃないかなと思います。 SDGs はどれほど重視してますか？してません。将来その分野で稼ぎたいのですが、何かいいアドバイスがあれば教えてください。持続可能な開発ゴールだっけ、サステナブルデベロップメントゴールズだったかな。まあ僕はあまりあれがいい動きだと思ってなくて、環境に気にしてる人から新しく金を巻き上げるための手段なんじゃないかなと思って冷ややかな目で見てますよ。まあそれにお金かけて回すっていう企業って、どうでもいいものにお金をかけられるぐらい余裕のある会社っていうことになるので、そういう会社を集めたファンドとかっていうのは割とうまくいくと思うので、なので一概にあれ自体が良くないとは思わないんですけどね。はい。フードテックベンチャーでインターンしてます。 SDGs や ESG 投資の今後の広がりについて見解を聞きたいです。 ESG 投資が何か分かんないんですけど、僕だからその SDGs は基本的に懐疑的なんですよね。レジ袋を日本で減らしたとして、海洋汚染がどれぐらい減りますか？ほぼ減らないんですよね。もともと日本ってそのレジ袋とかビニール袋を海に投げない国なんですよ。世界中の海洋汚染のビニール袋の8割は東南アジアからと言われていて、で東南アジアから出てくるゴミの5割は中国なんですよ。で残りベトナムとかね。なのでその中国とかベトナムとかがそのビニール袋を海に投げるっていうのを止めない限り、海洋汚染は収まらないんですよ。二酸化炭素がどうたらって言ってらっしゃいますけど、二酸化炭素ってじゃあどこが出してますかっていうと、石炭で発電している国が多く出してるんですよね。でまあ日本も今は石炭で発電してるんですけど、石炭で発電している国で一番でかい国はどこでしょうっていうと中国なんですよ。中国って石炭発電ガンガンやって、世界中からその工場としていろんな仕事の発注受けて、 iPhone とかいろんなその工業製品作って世界中に売って儲けて、石炭をガンガン焚いて二酸化炭素出して、黄砂と一緒に石炭のなんか PM2.5 とかをそう世界中にばらまいてるわけじゃないですか。で日本にもなんか中国経由の PM2.5 とか届いてて、なぜか日本の人が PM2.5 って困るみたいになってるんですけど、でじゃあ SDGs の人たちってそれどうすんのっていうと、なぜか日本人のビニール袋を減らそうとか言うんですよ。いやいや中国でしょ先はって思うんですけど、なんか中国には文句を言わないっていうなんか暗黙の了解があるんですよね、 SDGs の方々って。サステイナブルデベロップメントゴールズのゴールは本当は中国を規制するがゴールなんですけど、なんかそこを見ないようにしてるっていうのがなんかちょっとどうなのかなって思ってます。はい。